ヨナ。やめよ、お兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体、いらない、欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。はい、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるだなんて、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。哎，我找到 bug 了，他这边射不到我。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。
戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後は、お前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ。嫌だ。俺はまだ素人だ。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかし、ここでお別れだ。シロ！そうそう。一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ。知ってた。生意気なやつめ。俺には守るものがある。生きる意味があるんだ。お前は幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。ああ、クソ、楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意の世界にまき散らせるっていうのに、なんでこんなに虚しいんだ。なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。カイネ、どうしたんだ。いいか、今から言うことをよく聞いてくれ。私の左半身の魔物の領域が広がっている。もう間もなく私は暴走してしまうだろう。止められない。
もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。最後の頼みだからな。曾伟王，ダメだ、止まらないんだよ。暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネ、哦呦！抱歉抱歉，刚才分心。鬼子弹幕。这个是只要先躲就好了。助ける方法ならある。誰だ。そんなことはどうでもいい。時間がないのだ。いいか、よく聞け。お前は聞け。ハイネを助ける方法は。杜兰你变了。だがお前にとってそれは辛い選択になるだろう。構わない。助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見、俺がカイネの動きを止め、その隙を逃すな。剣できっちり刺せ。そんなことしたらカイネはどうなる。それを信じられないか。ならこのままカイネを見殺しにするんだ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには、二つの方法がある。一つは、カイネの胸に剣を突き立てる方法。
それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは？もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るなら、お前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする？多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。一緒に帰ろう。聞こえるか？俺は長年カイネの中にあって奴を苦しめてきた。それはすなわちカイネの苦しみを肌で感じてきたということだ。気が遠くなるほどの苦しみを。だからわかるのだ。今カイネに苦しみはない。お前のおかげでカイネは許され救われた。カイネの最後の言葉を伝えよう。ありがとう、カイネ。一緒だ。お前はこの世から消える。お前の妹、友人、その他全ての人からお前は忘れ去られる。お前もお前の生きていた証も全て消える。それと引き換えにカイネは再び5億の世界に舞い戻るのだ。
丈夫ですか？ヨナ、あなたが助けてくれたのよね。無事でよかった。どうしたの？え、せっかく魔王を倒したのにちっとも嬉しそうじゃないのね。そうか。月の涙だわ。素敵。泣いてるの？そうらしい。なぜだろう。何か大切なものをもらった気がするんだ。とても大切な何かを。